現代に暮らしていた高校生の三郎はひょんなことから戦国時代にタイムスリップしてしまい、ああそうだ、俺に似てるんだ、わしの身代わりになれ。なんと織田信長として天下を目指すことに。俺たちが狙うのはただ一人、大将今川義元。それは同じく現代から飛ばされていた元警察官や元ヤクザとの思わぬ出会いを生む一方で、本日より我が敵は織田信長である。兄上には勝てませぬ。望まぬ戦いを引き起こし、これさあ天下に近づけば近づくほど敵は減っていくもんだと思ってたんだけど。天下を取りなされ。大事な家臣たちとの別れを突きつける長く厳しい苦難の道でした。すごいな。どうもお待たせしました。お殿様、本日はお殿、こたびの戦ご苦労様にござりました。うん、我ら全身全霊で父の死を受け止めておりまする。父の力が殿のお役に立てたこと誇りに思うておりまする。うん、で俺としては4人ともこの家で小姓として働いてもらおうと思ってるんだけど。はあ、ありがたきことに存じまする。蘭丸、坊丸、力丸、この3人は小姓として殿のおそばにお仕えさせていただきとうござりまする。お兄ちゃんは？それがしはすぐに元服し森家の当主となることを殿にお許しいただきたく本日は参り申した。うん、分かった。いいよ、森家を継いで一人の武将として俺に仕えてください。はあ、殿。見たところ角はなかったそうです。え、また出たの？殿、敵が現れたのでござりまするか。あ、ううん、敵じゃなくて鬼。鬼？まあ本当かどうか怪しいもんだけど、いるんなら超見たいよね。であればそれがしにお命じくださりませ、鬼退治。鬼退治？桃太郎だね。桃太郎。そういえばお兄ちゃんキリッとしててちょっと桃太郎っぽいし、いいんじゃない？鬼退治。わしも行く。わしも。おお、森ブラザーズいいじゃん。お、ちょうど4人じゃん。お、恐れながらそれがしは鬼退治など無理にござります。腕に自信がありませぬ。お、そっか、そうなるとどうしよう。犬がいない。犬がいた。あ、おわん。殿、鬼を捕らえてまいりました。あれ、なんだ、ただの黒人さんじゃん。あれ、あの服って確か、あれはバット。ヤングだ、プロ野球選手の5年連続ホームラン王、ヤングでしょう。殿、このものを知っておられるのですか。さすがは殿、鬼を一瞬で平服させるとは。そっか、じゃあ大体飛ばされた時期は一緒なんだね。飛んできた時代はずれたみたいだけど。はい、もうわけがわかりません。試合中突然私のそば雷落ちて、気づいたら私浜辺に横たわってました。私のいたチーム埼玉だから、あれ埼玉海ないのになってびっくりしました。そうだよね、びっくりするよね。まさか自分がタイムスリップしちゃうなんて思ってないもんね。つらかった。でも私のこと知ってるあなたと会えて私本当に嬉しい。俺も嬉しいっすよ。
まさかこんなところでホームラン王に会えるとは。でもなぜ私たちタイムスリップした？さあ、まあある種の事故にあったようなもんなんじゃない？解決策とかわかんないから、とにかくこの時代で頑張って生きるしかないよ。あなたなんか軽いね。そんなことないっしょ。そしてヤングは後にヤスケと名付けられ、ボディーガードとしてサブローに仕えることに。殿、明けましておめでとうございます。うん、おめでとう。あ、そうだ、みちお雑煮食べる？なんかやっぱりさ、年だよね、年。いや疲れがさ、いつまでも取れないんだよね。いやほら、去年は戦のぶっ通しだったじゃん。ピンチだらけだったしさ、なんか疲れちゃったよ。正月は正月で忙しいしさ。では気晴らしに一人で外へ出てみてはどうじゃ。昔はよくやっていたのであろう。でもこれからまた誰か挨拶とかに来るかもしんないし。サブロ、うん、わしの顔を忘れたのか。殿、どうなされたのです？お顔の色が青白いではありませぬか。貴重、先ほどまでは元気でいらしたのに、何か妙なものでも口にされたのですか？いや、わしとしてはむしろ今日は体調良好なのだが。殿、少しお休みくださりませ。きっとお疲れなのでございましょう。昔のように体調を崩されてはつろうございます。貴重、昔のわしは嫌いか？嫌うなど、私はただ寂しかっただけにございます。すまなかったな、貴重。本当はずっと謝りたかったのだ。すまぬ。殿、よほど具合が悪いのですね。そのようなことを改まっておっしゃるなんて、やはりいつもの殿ではありませぬ。そうじゃな。殿が健やかになられてから、私は寂しい思いなどしておりませぬ。幸せな時の方がもうずっと長いのですよ。そうか。はあ、やっぱ高いところは落ち着くわ。よう信長、この寒い中遠路はるばるやってきてやったぜ。なぜこの男はいつもこんな態度なのだ。なんだなんだ、ねぎらいの言葉もねえのか。寒い中よくぞお越しいただいた。さぞお疲れにござろう。なんだてめえ、妙にかしこまりやがって気持ち悪い。バカにしてんのか。なんなのだ一体、わけがわからん。しっかしあれだな、去年はいろいろと災難続きだったな、てめえも。いい気味だぜ、ざまみろ。だが面白いだろ、戦国の世ってのは。俺たちがいた数百年後の日本よりもずっと生きる価値があるってもんよ。
数百年後の日本。なあ、そう思わないか、信長。数百年後の。で、この先どうすんだ。比叡山延暦寺、石山本願寺、厄介だぞ、ああいう連中は。日本。治外法権で守られてる上に武力まで誇ってんだから、ヤクザより立ち悪いって。てめえ、さっきから聞いてんなよ、ね、俺は。なるほど、納得いった。てめえ、具合でも悪いのか、それとも正月ボケか。心配には及ばぬ、松永殿。心配なんかしてねえよ。相手がどこの誰であれ、わしはこの織田家のために全力を尽くすのみ。羽柴殿、横山と鎌葉の城に攻めてきた浅井軍を少数の兵で打ち破ったとか。お見事にござる。いや、お褒めに預かり光栄にござるな。殿、浅井を攻めぬのですか。今の浅井に力があるとは思えません。今ならば堅牢な小谷の城とて落とせるのでは。いや、浅井の後ろには朝倉がおる。そう簡単ではあるまい。厄介なのは石山本願寺が先導する一向一揆ぞ。奴らを鎮圧しておかねば兵力も時も費やせませぬ。武田の動きも気にかかる。今や比叡山も敵じゃからの。はあ、相変わらず敵だらけだな。久しいな、卓元。僧侶のそなたに聞くはおかしいのかもしれんが、比叡山延暦寺をどう思う。長い歴史を持つ仏教の最高寺院にござりましょう。しかしもう随分昔からいい噂は聞きませぬな。修行を怠り、主食にふけり、戦に出て人を殺す。滅ぼしても良いと思うか。な、何を考えておりまする、光秀様。わしはただ敵を減らしたいのだ。しかし腐敗しておるとはいえ、比叡山の権威を恐れる者は多い。もし攻め落とせば仏敵のそしりを受けることは避けられませぬぞ。あの男に、織田信長に、その覚悟がありましょうか。おわ、止まった。はい。おい。ミッチ、どうしたの？殿、二人きりで相談したきことがございます。殿、本気にござりまするか。うん、攻めるよ、比叡山延暦寺。しかし殿、比叡山はあくまで治外法権の地。それを攻めるというのは世の秩序に逆らうということ。他の大名や民衆の反感を買いかねませぬぞ。まあね、民衆に嫌われんのは困るんだけど、大名に関して言えばもうすでに嫌われてるしね。しかし、それがしは賛成にござる。父上を殺したは浅井朝倉、そして延暦寺の僧兵どもじゃ。治外法権だかなんだか知らぬが、己らだけ安全な場所におるなど許されることではないわ。長吉、殿に向かって怒鳴れてない。それがしは延暦寺攻めに賛成にござる。反対する理由がどこにあろう、殿が狙うは天下じゃ。その道を妨げる者は全て排除すべし。そ
そうじゃ、我らが狙うは天下ぞ。延暦寺など恐れるに足らず。同じ宗教勢力の石山本願寺への牽制にもなろう。どうせ延暦寺攻めは殿の中ですでに決定しておることなのでござりましょう。我らが反対したところで揺るぎませぬな。であれば腹をくくるしかあるまい。みんな納得してくれたみたいだね。じゃ、葬式はミッチーに任せるんでよろしく。はっ、お任せくださいませ、殿。こんな早朝からなんじゃ。おたちゃん、おたちゃん、おたが攻めてきたぞ。おただと、何をふざけたことを申しておる。すでに山麓はおだに包囲されておる。バカな、比叡山に攻め込むなどあってはならぬことだ。歩兵を逃すな。一匹残らず叩き切れ。本人の望みといえども若すぎるゆえ前線で戦わせるのは気が引けたが、なるほど、父親譲りの武変ぶりじゃな。歩兵は許さぬ。おっしゃ、正気か。仏が治めるこの比叡山を血で汚す気か。仏に仕える僧の血も汚れておるのか。お主ら野蛮な武士のことを申しておるのだ。ならば安心いたせ。流れるは武士ら僧の血じゃ。戦とはこういうものぞ。死にたくなくば地面から武家の戦に首を突っ込むな。仏を恐れぬ所業、信長は第六天魔王ぞ。いずれ必ず仏罰が下る。仏を恐れぬ第六天魔王か。その名はわしがもらっておこう。比叡山が燃えておる。明智殿、おとなしそうに見えてなかなかやるのう。そうかんじゃ。いい気味じゃ、生草坊主と。織田家に逆らうとどうなるか思い知ったであろう。わしも行きたかったの。坊主どもの逃げ惑う顔を見たかったわ。同感じゃ。信長さん、あなた恐ろしいところにいるね。戦国時代だからね。わけは知らぬ。なぜ突然わしの上に降ってきたのかも知らぬ。ただわかるのはそなたの存在がわしと織田家を救ったということだけじゃ。
サブロー、私はわしはずっと間違っていたのか。そなたが何者なのかを知ることを明智光秀としてどこかで恐れていたような気がする。生きることをお許しいただきたい。数百年後の日本、そなたは随分遠いところから来たのだな。何？何の話？いや、サブロー、わしはそなたのためだけに生きるぞ。その言葉、甘い。こうして二人の信長の本当のコンセルトが始まったのです。何年経っても待っても草のように抱きかかえた。ずっと悲しくて悲しくてもう先なんてないから。Shit, hey, my town, we'll carry on.